好きな言葉は豚に真珠。うん。猫に小判だからか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回もね、早速旅立っていきますか。私の島はめちゃくちゃ雨なんやけど今日。はい、それじゃあ旅立ちまーす。ん？気づいてないんかと思った。世界につながる空の玄関口、アイライフ工場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？お出かけしたい。今回もね、飛び森の頃にも村に行ったことのある人の島なのだけど、通信で出かける。近くのローカル通信の島か、遠くのインターネットの島、どちらにお出かけしますか？インターネットの島。では、インターネットに接続します。オッケー。ただいま、空猫島がお客様を受け入れておられるようですが、こちらの島にお出かけなさいますか？行きます。では、良いフライトを。グッドラック。来た来た。はい、出発。あ、すごい、かわいい。アテンションプリーズ、当機は間もなく空猫島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前10時16分、天気は晴れ、気温はそれなりでございます。タイルめっちゃかわいい。当機は間もなく着水いたします。はい、空猫島に到着。こんな感じ。あ、いいね、いいね。この綺麗に、家が並んでいる感じ。あのね、飛び森の頃には、飛び森の頃には、空猫村とロココ村に行ったことがあるんやけど、今回はこのね、空猫島に。え、めっちゃ可愛い。超可愛い。いいね。ハッピー。このタイルめっちゃ可愛くない？あ、なんかめっちゃ和風な服着とる。この島で見かけないお顔。ということは、よその島からのお客様？そうですか。アイナさんとおっしゃるんですね。はじめまして。私、タコリーナと申します。他の島の方とお話できて嬉しいです。キャ。あ、なんか語尾がさ、飛び森の頃と変わっとる子とかが結構おるっぽくて。この子は何ちゃん？ジェーン。あなた、見かけない顔ね。まあ、アイナ島から遊びに来てくれたの？挨拶が遅れたわね。私はジェーンよ。よろしくね。あなたのことをアイナさんと言えばいいかしら。この島に遊びに来た時には、私にも声をかけてくれると嬉しいわ。うふん。めっちゃなんか気難しそうな顔やけど、いい子だね。やっぱ綺麗に家並んどるのめちゃくちゃいいなぁ。ね、見栄えがいいよね。私もお金を払って、綺麗な感じで並び、びっくりした、バッタ。いや、キリギリスか。泣きよるね、なんか。あ、ここが広場やね。広場の周りなんかめっちゃ、綺麗な感じで囲まれとる。あ、なるほどね。こういう感じで、ウェディングアーチや。それが使われていると。ん？カフェよ、カフェ。ここは、猫カフェかな？あ、すごい。見て、カップとか、めっちゃ猫の絵とか描いとるよ。かわいおい。ってことでちょっと。あ、これ、なんかドアプレートも、猫の足型、そんなんあるんや。お邪魔します。スズランめっちゃ咲いとるやん。お、猫カフェ。あ、めっちゃ、二つもトイレがあったか。壁紙かわいい。これ外のタイルと同じかな。かわいい。いいね、いいね。でもってさ、こう、集まりになってから、こう、かけれる曲の種類も変わったんかな？なんか聞いたことない曲なような気がする。気のせいかな？気のせいじゃないよね。てか、キャットタワーこの色かわいいんやけど。ピンクと水色？かわいい。あ、そして、ぬいぐるみや。ライオンのぬいぐるみかな？こっちのこの絵はどういう状況？こっち側はなんかね、真ん中に猫がおるっていうのはわかるんやけど。こういう鏡もあるんや。こういう鏡欲しいな。現実の私の部屋にあるのね。
こういう鏡で、下に引き出しがついてるやつなんよね。あ、こっちには餌入れも。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左側、ここはミシンとかが置いてある。あ、これは、棚を前で表現してるってことか。そしてこれは店員さんたちの制服かな。かわいい。もしかしてこの辺も前で座？めっちゃクオリティ高いんですけど。え、超絶クオリティ高いんですけど。え、かわいい。なんてこと。やっぱ服が綺麗に作れるのめっちゃいいよね。かわいいもん。てか、和もあるんよね。和服バージョンの店員さんの格好。はい、そして奥の部屋へ。ん、この奥は、なんか絵を描きおるんかな、これは。ふんふんふん。いいな。このミントカラー。なんか、ね、家の中をこういう感じに、なんていうの、二つに分けとるのは。これは下はラグなんかな。ちゃんとこれ、あつ森仕様のスイッチよ。やっぱね、現実で見ても可愛いもんね。てか、ぬいぐるみも、色味が可愛い。自分とこにあるの白なんよね。めっちゃ可愛いやん。よき。はい、そして、なんかここで流れよりこのまったりした曲いいね。はい、そして右の部屋へ。お、右、あ、え、なにこれ？これなに？ランプかな？あ、え、かわいい。え、かわいい。いいね、こんなランプあるんや。そう、フルーツ系の家具ね、めちゃくちゃ作りたいんやけどさ、なかなかこう、やっぱさ、自分とこの島にない果物とかあるやん。ああいうのさ、マイル旅行券使って島に行ったら、まあ、自分とこにない果物とか見つかることもあるけど、なかなかね。でも、サクランボ、うちの庭に咲いてるけどね。あつ森の中の。もちろん。はい、そして2階は、チャスチャス2階は居住スペースってことかな。そう、一応ね、空猫島は、猫系の住民さんが今ね、4人おるっぽい。あの子さっき話したジェーンよね。で、チャスに、この子は、ラムネちゃんやっけ。で、あの子が、誰だったかしら。名前が思い浮かばない。ニコ番、そうそうそう。ん？写真の欄に小さな字で何か書いてある。1月1日生まれ、ヤギさん。1月1日なんや。好きな言葉は、豚に真珠。うん。猫ニコ番だからか。自分の名前がそうだからか。あ、かわいい。この前でさ、かわいいよね、めちゃくちゃ。布団にもすごく合っている。そして、エアコンもつけて間違えた。エアコンもつけて扇風機も。なるほどね。まあ、でも効率よく全体的に広がる。あ、え、こんなんあるん。めっちゃいいやん。ねえ。これ、シャワー室が。え、よきよき。へえ、いいね。中が透けて見える。いいな。なんか家具の色とかもね、島によって違うって聞くけんさ、めっちゃなんかいいなと思う。はい、そして地下へ。お、地下はなんかすごい落ち着いた雰囲気のカフェやね。ここは猫関係ないカフェってことか。ちゃんとこれ。お一人様用の席も。ね、端っこで本を読んだり。でもこの空間の中真ん中で一組だけワイワイするのもなんか、ブックカフェみたいな感じなんかな。ね。なんか本とかいっぱい置いてあるし。真ん中のグループも一応、雑誌ではあるけど、何か本を。何の本やろこれ。音楽系の本っぽいね。多分。え、なにこれかわいい。え、めっちゃかわいいやん。こんなのあるん。なんか本が入っとるよ。へえー。
いろいろと集まりになってからめっちゃ増えた家具もいっぱいあるんやろうね。ポケモリ系の家具も全部来てほしいんやけど。はい、お邪魔しましたー。いやー、かわいい。あ、庭にはサクランボが咲いているのね。サクランボが咲いてる？なってる。咲いてはないか。あ、ここが家ってことかな。作業台も置いてあるし。はい、お邪魔しましょう。おー、落ち着いた空間。ね、いいね。そしてこの服もかわいい。え、なにこれ？ネイルセット？めっちゃ女子力高いやん。こんなんあるんや。しかも超今時じゃないこれ。え、これ、あれ、指入れて、乾燥させるというか固めるというかジェルネイルのやつやろ？え、すごい。え、すげえ。こんなのあるんや。やばいね。そう、こういうなんか細かいセット家具みたいなのね、だいぶ増えた気がする。なんか、タロット占いかな。ろうそくの色がめちゃくちゃ怪しいけど。超怪しいけど、この部分。これは、下のラグとさ、クッションはお揃いなの？前出たかな？なんかどれが、もう全部の家具をさ、把握できてるわけじゃないけど、どれが前出たで、どれが元からある家具なんかがいまいち把握できていない。このテーブルいいね。はい、それじゃあ左へ。お、広いお風呂や。なんか3種類もお風呂あるんやけど。合格。いいね。あ、これ、こんな色にもなるんやね。そしておトイレもね、近づいたら、便座が上がる、便座？蓋が上がるタイプ。便座は上がらない。はい、そして奥の部屋へ。ん？ここはなんか撮影スペース？ではないんかな？なんか看板が置いてある。この看板私あれや、浜辺に置いとるわ。ハンバーガー。いいね。花と花の組み合わせ。下がピンクで、周りは緑？はい、そして、右側の部屋へ。あ、ここは、ん？なんか、服の貸し出しみたいな感じかな。ここで服を借りて横で撮影をするみたいな。この帽子かわいい。この帽子かわいい。いいね、いいね。へぇー。ねえ、なんかここで、登録というか、なんか受付みたいな感じじゃないかな。多分。多分、きっと。全体的に服が可愛い。はい、そして、お邪魔しました。なんか外に本棚置いてある、あっこ。ね。この色可愛いんよな。これね、色変えれるなら変えた方が、可愛いね、圧倒的に。お！ピクニックしおりやん。あ、なんかこの眺めめっちゃ可愛いんやけど。わかる？え、なんかこの、あのなんか橋と、この川の感じ。え、めっちゃ良くない？この景色。あの橋可愛いな。いいね。やっぱクッション付きのがあるっていうことなんやね、あれ。お、スイカ割りができるやん、ここで。これもしかしてビーチボールじゃない？ほら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 、ボールや。一瞬本物のスイカかと思ったけど、違うのね。ちょっとなんかビニールっぽいなってなった、近寄ったら。はい、それじゃあ。あ、ここにもなんか展示されてある。あ、見て、外でさ、これ、ゆったりと、本を楽しめる空間。いいね。なんか外にこういう、まったりできる空間みたいなのあるのいいな。
ね、みんな結構作ってるよね。座る場所いっぱい作ってるよね、みんな。私は全然そういうのがないけん。ここは服とか、アクセサリーが売りよる。かわいい。なんかああいう帽子見たらさ、ナージャを思い浮かべるんよね。あ、ここもしかして左右でさ、エイブルシスターズから派生しとるってことかな。関係ないかな。そしてこっちはたぬき商店やね。そしてこっちは、またちょっとしたカフェスペース。ほうほうほう。やっぱみんなカフェスペース作るよね。そしてここも、猫の旗？ハムスキアイ。お、見かけない顔だな。もしかして、よその島から遊びに来たのか？オイラの名前はハムスケ。お前は、アイナっていうのか。へへ、会えて嬉しいぞ。これからも空猫島に来た時には声をかけてくれよな。にゃーん。口癖。もうなんか猫に侵略されとるやん。空猫島とはいえ。道端にも急に座れる場所が。いいね。いつでもどこでも休憩できる。ここはまたしても、え、屋外の猫カフェ？すごい。屋外の猫カフェ、あれやん。めちゃくちゃ猫が懐いてないと、懐いとってもどっか行きそうやけど。え、すごいね。普通に話しがいな感じかな。斬新。これは、探してますって書いてない？脱走しとるやん。え、猫脱走してしまっとるやん。大丈夫か。こういう感じでなんか、あ、これ、猫型の池や。猫型の池、かわいい。ね、なんかこういう、池にあえて島部分を作っとるのがいいなって言おうと思ったんやけど、目ってことかな？かわいい。ね、いいね、いいね。そっか。島クリエイトとかしたらさ、自分で、ああいう風に形変えれるもんね。あ、ここもちょっとした図書スペース。この島はなんか全体的にのんびりゆったり過ごせそうな感じやんね。ここさっき通ってきたところか。はい、そしてここが、おお、めっちゃいいやん。ここはちょっとした、ガーデンウェディングバー。ガーデンウェディングパーティー会場か。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。ここで披露宴とかってことかな。で、あの階段の上にあるのが博物館。こういう景色めっちゃいいよね。こういう、なんていうの、奥行き。奥行き、良き。にゃあ。なんかさ、住民押せんくなったことない？前から思いよってんけどさ、飛び盛りの時ぐいぐい押せよったけど。ほら。丘の上の博物館。こう渡っていけるのもいいよね。あ、やっぱりこう、なんかね、遠出してきた時に、あ、すごい。こんな上にもベンチが。なるほどね。ここまで来ても、ゆっくりと休めるように。そして奥の方にも、DIY の作業台に、なんかお墓あるよ。誰が眠っているんだろうか。そしてこのなんか、山奥にある家。あ、ここは？教会かな？こんな感じ。教会？なんかお金持ちの家とか？長い机に、食事中はなんか喋ったらいかんような感じ。はい、奥の部屋へ。奥もなんかすごい静かな感じやね。これはなんなん？あ、あ、これ畳めるんや。へえ、なんかこれ空いてる状態しか見たことない気がする。ゴミ箱かと思ったら全然違ったよ。へえ、そういう感じなんや。
初めて知った。ここは普通に洋館って感じかな。人が住んどるところ、お金持ちの方々が。はい、そして。おう、びっくり。さっきからなんかいっぱい虫が飛び立っていくんよね。こっちはもうあれか。パーティー会場の方よね。ってことはあっちの左側に進んでいけば、よろしいのかしら。この道なりに。あ、井戸がある。あ、ここにはサイロもあるね。こっちの方はなんか、お、進んだ先にも家があったぞ。お邪魔します。ん？ここは？なんなんやろ？何かしら施設みたいな感じ？介護施設みたいな感じかな？なんかね、いっぱいベッドと車椅子がある。へぇ、ちょっと奥へ。教会や！なるほど。へぇ、教会やった。ここはすごいなんか落ち着いた色でまとまった教会やね。うんうん。現実の教会は行ったことないけど、なんかリサと海蔵くんのやつでピンクと白のイメージがすごく強くなってしまった。教会。手前はこういう感じなんやね。ちょっと体が悪い人とかそういうのを助ける感じなんかな、教会で。そして、こっちもなんか道なりに進んでいくと住宅街に、あ、こっちの方もいいね。海を眺めながらコーヒーを楽しむ。目の前にこれでサメが現れたらめちゃくちゃビビるけどね、それはめちゃくちゃ焦るけど。ん、あっこに灯台が。あ、みんなこういうあれだよね、崖の上とかにも、めっちゃ、私何にもしてないんやけど。崖の上とか、何もいじらずない、びっくりした。コアラやコアラ。ゴンゾー。この島では見かけねえ顔だな。おめえ、外から来たやつか？俺の名前はゴンゾー。俺も元は外に住んでたのが、この島に越してきたんだよ。それは猫島はいいとこだぜ。おめえもいっぱい楽しんでけ、だがや。だがや。いいね、農家のおじさんって感じ。ここの部分にも物を置けるんよね。なんか、こう、他の人の島を訪ねて、初めて知るんだけど。ここは誰のお家なんだろうか。ここ、あれやね、動物の。あ、ここ本蔵の家。マジか。なるほど、海辺に。農家のおじさんみたいな感じやったけど、海の男やったわ。ね。意外と海の男だったわ。こんな感じなんかな？他、あ、でも向こう側にもなんか、待って、向こうにも渡っていけるぞ。そっか、左側に行きよったけど、右側には向かってなかったか、私。なんか下の方に橋がかかってある。この辺か？あ、そっか。なんかこの光景めっちゃいいって言って橋渡ってきてなかったんか、私。え、なんか怖い。ウェルカム。海賊。なんかドクロマークが。やっぱ浜辺にこういう、ね、ベッドいいよね。はい、それじゃあちょっとお邪魔します。あ、なるほど。かっこいい。ちょっと人里というか、住宅街から若干離れたところにあったけど、ここやったら、防音とか、まあ、周りに迷惑をかけるみたいなことを、あまり気にせんでいいってことかな。目いっぱい音楽を楽しむ。お、またなんか聞いたことない音楽が。ここはなんか、
やんちゃな男の子が住んでそう。まあね、外のあの、プレートからしてもそうやけど。いいね、ちゃんと、DJ ケケの曲を聴いているのね。はい、そして、あ、ここにも。いいね、ラジオを聴きながら、海を眺めて、お茶を飲む。おしゃれだわ。そしてなんかこっちの奥の方は、いいね、この果物の木がめっちゃいっぱい生えてる感じ。ん？坂を登っ、あ、ここがキャンプ場。イエーイ。あ、あの丘の上に、テントが張っ、びっくりした、ジャスティンやん。何がおるんかと思った、ジャスティンやん。ちょ、待って。お、あの上は、あれですか？あの、はしごで登っていく感じ？なんかな？あ、こっちがキャンプサイトなんやね。ふんふんふん。釣竿とかもああいう感じに置けるんやね。へぇー。ほらほら、テーブルとかも置いて。ねえねえ、テーブルもちょっと欲しいかもしれんな。結構広いね、キャンプ場。広々。あ、こっちから渡ってこれる感じ？おー。この小さい滝かわいい。ね。ちょっとあの、丘の上にあったテント。あれはキャンプサイトじゃなくって、住人の家としてのってことよね。お、なんか、屋外で、フライパンのまんまいただくんかな、あれ。ワイルドや、ワイルド。ってことで、ちょっとはしご。よいしょ。人のとこでこうやって自分の道具使えるっていうのね。夢見じゃないけん。ん？なんか、怪しげな音楽が流れている。こんななんか自然に囲まれたところでキャンプしよるのに、めっちゃなんか、こんなでっかい荷物持ってきたんかな。元からここにあるわけじゃないよね、設備。ここで一体何しようんやろ？なんかの研究みたいな感じかな？ノートパソコン持ち込んで。謎。謎。裏には、あれやね、望遠鏡とかも置いてあって、星の観察？で、記録つけたりとかしようかな。なんか外でも寝れるよ。外で、なんか星の観察で、ずっと外で待機しとることとかがあったりするんかな？おー、こんなところにも。これはちょっとなんか、自分で島クリエイト使って、ここはみ出させたってことかな？ね、この空間。は、戻れなく。戻れんくなったかと思った。後ろから通れたかな？そしてこの、奥にもまた、休めるスペースが。休憩スペースいっぱいあるのいいなぁ。私もいっぱい作ろうかなぁ。そう、そしてこの丘の上の低木ね。めっちゃいい。みんなああいう感じで、丘の上もいろいろ作り込んどるよね。ほんと全体的に作り込んどる。私はもう全く、てか、手前すらちゃんとできてないけど、ほんと、これで全体いけた？ぽい、ね。うん、全体いけたね。ふぅー。ということで、じゃあ今回は、島の入り口はどこかしら？あ、ここかな？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちょっと私も、まあ、動画外とかでも
きっちりきっちり住人の家をちょっと揃えていこうかな。